知恵袋でこちらのご質問を見つけました。プログラミングで、こういった内容はどのようなことを言っているのでしょうかという、そういうお尋ねですね。どのようなことを言っているのか、プログラミング。プログラミングの教科書のようなあれかな。教科書がどういうことを語っているのか、このプログラムで何を教えようとしているのかというお尋ねとして捉えました。まあ、このプログラムが語る、このプログラムが見ている人に教えようとしていることは何なのか、そういう、いいですかね、まあ、そういう捉え方。それで、ちょっとこれね、良くない。これは正しい書き方になってない。残念だからね。このパーセント x ってありますが、p です。x ではありません。これちょっと良くない。これね。パーセント x とされてるところは、パーセント p が正しい。パーセント lf は、かつて間違い。現在は間違いではない。ないが、教育用ということなんだと思いますよ。これ、何を言っているのかというのは、何を教えようとしているのかなんだと思うんですけど、教えるという意味において、私は賛成しにくい、この書き方は。個人の意見なんですけど、私の意見。これは、まあ、こうでしょう。では、何を、教えようとしているのかって、そういうね、何を言っているのかについてお話をしたいと思います。まあ早速今ね、直したところ、パーセント x というのは16進数で整数の値、ここに書く値が整数なんだとして、整数っていうのはイント型なんだとして出力するっていうのがパーセント x だったんですけども、そうではないわけだから、これは整数ではない、&がついてます。and はアドレスです。これらの変数がメモリー中のどこにあるのかという番地。その番地は整数ではないわけです。従いまして、%x と書くのはよろしくない。%p と書きますと、このアドレスを16進数で出力してくれるということなんです。%f ですが、これはダブル型用。ダブル型、こちらに書くデータが C ね、ダブル型のデータをプリント F で出力するときは%F ですっていうことなんです。そしてプロート型 B ですね、この B の変数はここにこう書いておくとダブル型になります。プロート型のままではいられません。必ずダブル型になる。なった上でプリント F に渡っていく。だから%F です。で、先ほどちょっと、私の意見として直しましたけども、%LF というね、これは、ね、昔からある間違い。で、あまりに間違いが多くなって、なんだと思いますよ、想像ですけどね。まあ、それで間違いを間違いじゃないことにしたと。で、現在間違いではないことになっている、ことになっているが、元は間違いだったということです。これはだから LF と書くことでダブル型なんだという勘違いがかつてからあったわけですが、そうではなくて %F がダブル型なんですよという、これが真実です。スキャン F におきましては別です。スキャン F はフロートの場合パーセント F、ダブル型の場合パーセント LF という違いがあります。プリント F はスキャン F とは違うわけなんですけど、ちょっとやっぱりそういう間違った類推をしてしまって、パーセント LF と書いてしまう。そういうことがあったと。そういう話ですね。それでは、それはそうと、このプログラムが何を言っているのか、プログラミングでどのようなことを言っているのかという、それはだからアドレスです。
これを教えているということでしょう。この部分。他にも、だからこれは初期化ですよとかの宣言の中でね、これ初期化ですよとか。しかし、この単元って言いますかね、このアドレスのことを勉強するにあたって、これらはもっとずっと前に終わっているはずの単元。もっと簡単な部分で、ここは難しいアドレスというポインターというところなので、このプログラミングでこれはどのようなことを、プログラミングで何々何はどのようなことを言ってるのかのお答えとしてはアドレスについてでしょうね。変数にはアドレスがあるんですよ。そのアドレスを出力するのには、まあこれは間違ってるんだけども、%p で出力するんですよということを言っていると捉えていいと思います。では動かしましょう。はい、それでね、変数がこれで用意されました。abcd って、ここにね、メモリーを用意してますね。変数 d のアドレスは、はい、ここです。変数 d、インテジャー型、400という値、こうね、こうなってますね。この90010000、これは、Windows なんですけれども、リトルエンディアンと言いまして、並び順が逆です。だから読み方は00000190が400。16進数ですから。これひとまとまりに4バイトの整数。インテジャー型、イント型は4バイト。そうしますとね、さっき言った通り、こういう並びですよ。00000190です。これが400です。ね。で、これがメモリー中のどこに入ってんのと。こうね。ちょっと戻します。最初のこの1バイト90っていうのが何番地にあるんですかというと、これです。0x005cfc5c 番地です。それが d だから、ここね。ここに&d イコールのところに出てきますよ。はい、じゃあ出力結果見ましょう。ここね。&D のところ 005CFC5C これね 5CFC5C この番地が出てます。それからじゃあこれも &C ね、 &C も見ましょうか。 &C は 005CFC68FC6C だから68ってこれか、これね。ただダブル型なんですね、これね。ダブル型はちょっと見てもわかんないよね、これ。&C で出してみましょう、これね、ここ。ダブル型はまあだから8バイトなんだけど。こうですね。3.33 というのが16進数ではまあこうなると。まあ見た目はちょっとすぐにはわかんない。まだこれ1バイトにしてもちょっとわからないわけですが、分析すればわかりますよ、細かく見ていけばね。それはそうと、では B についても見ましょうか。 B 変数 B のアドレスは 5CFC78 と出ましたね。 5CFC78 これね、これです。5CFC78、あ、これだからちょっと元に戻します。1バイトですね。で、これはフロート型ですから4バイトです。こんだけ。で、これもだから不動小数点なんで、これが 2.22 っていうところまではちょっとわからないと。見た目ですぐにはわからない。で、次には A のアドレス。これはまあすぐわかる。0A00000。まあ4バイトまとめて表示するとこうです。0A10 ですからね。10だとわかると。はい。A のアドレスはこうだと。ね。こんな感じです。
メモリーというものがありまして、こういうデータがこうなんかいっぱい入ってるでしょ。このハテナハテナがついてるのは割り当てがないっていうことです。こうデータがで、このメモリー、これがアドレスだから、メモリーの中のどこに変数 A は入ってるのかなと、何番地なのかなと、こうすると、あ、この番地なのねと分かると。で、それをこう書く、 and A と書く。そうするとこう出てくる、こう CFC84CFC84。 それを printf で出力するときは%p ですよ。%x は正しくありません。%p と書いてください。%x と書いてもある程度当たっている場合もあります。まあ、間違いなんだけど当たっていることもあるということです。はい、%p というお話でした。以上でどうでしょう。答えになりましたでしょうか。こちらのそのプログラミングで、この記述はどのようなことを言っているのかというと、変数のアドレスを教えようとしているプログラムであろうというふうに思います。その他については、このその難易度というかな、ここの今のね、メモリー中にあるんですよ、何番地ですよ、16進数でこうですよとかね、そういうお話はちょっと難しい。で、それ以外については、あの、すでに終わっている段階なのであろうと考えるわけです。だから他についても、これは宣言ですよ、イント型ですよ、イント型の変数に10を入れるときこう書くんですよとかっていう話もあるんだけど、それを言ってるわけではないと思います。ここがもっと難しいから、そんな感じがしますね。ということで、これでお答えとしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。